はい、城からは離れておりますが、そぞろ歩きには適しているかと。ただ少々害虫の駆除が必要ですが。魔王め、俺らの仲間をなぶり殺しにした恨み晴らさせてもらうぞ。恐ろしい魔王め、この魔界の悪魔全てを葬り去るつもりか。今ここで始末してやる。かしこまりました。お待たせいたしました。道は整えましたので、どうぞ気兼ねなく散歩の続きを。損ねたようです。久々のあなた様との外出に少々浮かれていたものですから、申し訳ございません。すぐに追いかけましょう。恐れ入りますが、こちらでお待ちいただけますか。かしこまりました。ではそのように。
レツカ様。申し訳ありません。お疲れのご様子に気づけず、本日は城に戻りましょう。かしこまりました。このままお連れしましょう。お湯加減はいかがでしたか？すぐお休みになられますか？では早速支度いたします。そうですか、承知しました。この奥にお部屋を用意してございます。何をおっしゃいます。主人のために力を尽くすことこそ従者の務めであり誉れ。どうぞ、私のことはお気遣いなさいませんよ。心得ております。お部屋もそのように。さあ、こちらです。
さあこちらへどうぞ。ベッドに横になってください。ではゆっくりお休みくださいませ。かしこまりました。ですが目を落としにならないんですか？いつでも戻れます。紛れもない、ここはあなたのお部屋。ご所望とあらばいつでもここへお連れしましょう。いつだってここで眠ればよいのです。仰せのままに、おとぎ話などがいいでしょうか。私のことですか。そうですね。では、私に関する何でもない話を。先日いい茶葉が手に入りました。香りが豊かで、明日にでもお出ししようと思っております。城の中庭を手入れして気づいたのですが、咲いていた青い花が深紅の実をつけました。美しいルビー色なので、今度デザートの彩りに使おうかと。そういえば、北側の森にある小高い丘、この時期は見晴らしが良いのです。白い花が一面に。お眠りになられましたか。近頃は眠りの浅い日が続いていたご様子。本日のめまいもその影響でしょう。どうか今だけはあなたに安らぎがあらんことを。涙が、ここで見る夢でさえあなたを癒してはくれないのですか。私にできることは少ない。それでもせめておそばにおります。決して離れはしません。
の何が消え去ろうとも、私だけは絶対に。おやすみなさいませ、リツカ様。何事でしょう。しばしここでお待ちください。見てまいります。申し上げます、大勢の悪魔がこの城へ攻め入ろうとしております。どうやら先日逃がした一匹、それが首謀者となって大勢の反対勢力を味方につけたようです。私の責任です。恐れながら一時退却も手かと、城を放棄し私の力で空間を渡り歩けば造作もないことです。リツカ様、わかりました。この牢に何があろうとお供いたします。消えろ。
どうぞ城の中へお下がりください。ここは私が。ですが、この状況では。お嬢様。魔王を倒せ。あの化け物を討ち取れ。本当おかしいよね。それでね、あら、今日は早いのね。庭の花が綺麗に咲いたから見てきたらどう？こーら、いつまで寝てるんだ。本当に寝ぼすけだな。なんて力だ。本物の魔王の力だ。これじゃ叶うわけが。お怪我はございませんか？
お見事でございました。あれだけの数を一瞬で。マキシス様がご覧になられていれば、さぞや大喜びになったことでしょう。リツカ様、リツカ様、気づかれましたか。謝罪など不要です。それより包帯を巻いておりますので、しばしじっとしていてください。どうかご辛抱ください。美しい肌に傷跡を残すわけには参りません。私も後から治療いたします。ですから今はあなたを。なぜそのようなことを。魔界に平穏など元よりございません。そのようなことはございません。あなたはいつもお一人で戦っておられる。お心を慰められるのは私ではないのかもしれない。ですが、それでも構いません。私はあなたの忠実なるしもべ。果たすべき役目は、その牙となり、爪となり、お守りすること。あなたを失っては、私は生きる意味を見失う。他の誰が何と言おうと、私にはあなたが必要なんです。
泣かないでください。目が腫れてしまいますよ。私がここにおります。ずっとあなたのそばに。私の主はあなたです。主なくして私に生きる術などございません。何度でもお伝えしましょう。あなたこそ私のすべて。あなたが必要なのです。もちろんです。離れません。何があろうとも。